皆さんこんにちは。株式会社アストラックスの代表取締役、民間宇宙飛行士の山崎太一です。いよいよ来年から宇宙旅行時代が始まり、誰でも宇宙に行ける時代になります。そうなると人間の生活圏が地表を離れ、いよいよ月、火星、そして太陽系全体に広がろうとしています。今日は皆さんにお話ししたいのは太陽系経済圏構想という話です。僕らがこの太陽系全体に生活圏が広がったときに、そこが豊かな生活ができる、快適な生活ができるような場所をこれからみんなで作っていけたらだと思います。今から皆さんに宇宙の話をいっぱいしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。まず最初に有人宇宙船についての紹介をしたいと思います。皆さんが知っている有人宇宙船、おそらく皆さんの中でこういった宇宙船について詳しく知っている方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。アメリカのスペースシャトル、ロシアのソユーズ、そして中国の深センという宇宙船、今軌道上を回っている国際宇宙ステーションという宇宙船、こういった宇宙船というのはそれぞれの国の国家事業で開発が進められてきました。この中で皆さんまだスペースシャトルが飛んでいると思っている方がいらっしゃると思うんですけども、すでに2011年スペースシャトルは引退しました。今博物館の中に展示されています。それから9年経って今年の5月アメリカは民間企業が開発した有人宇宙船を飛ばすことに成功しました。今世界では民間企業で有人の宇宙船の開発が盛んに進められています。バージン・ギャラクティックのユニティ、ブルーオリジン社のニューシェパード、スペース X のドラゴン、そしてスターシップ、スペースパースペクティブのネプチューン、ワールドビューエンタープライズのボイジャー、こういった宇宙船というのはみんな民間企業が作っている宇宙船です。そこで今日はまず皆さんに最新の民間の宇宙船についてご紹介したいなと思います。まずバージン・ギャラクティックの宇宙船ユニティからこの映像をご覧ください。この宇宙船はパイロットが2人、お客様が6人乗れる、合計8人で飛んでいく宇宙船です。滑走路から飛び立って上空1万5000メーターぐらいの高さまで飛行機で宇宙船を吊り上げていきます。
3つ飛行機がつながっているように見えますが、真ん中にあるのが宇宙船、両サイドが飛行機です。このように上空1万5000メーターで飛行機から切り離し、そしてロケットに点火してわずか90秒で宇宙空間に到達します。スピードはマッハ3。90秒後にエンジンを停止した瞬間から無重力の状態がスタートします。空は真っ黒な星空、そして下には地球が広がっています。今アメリカではこの宇宙船の開発が最終段階まで来ております。いよいよ来年年明け1月から3月までの間に初飛行、そして商用運航が始まると言われています。今この宇宙船には600人の人が申し込みをして順番待ちをしています。そして約10万人の人が仮予約をして待っているという状態。宇宙船の開発はこのように順調に進んでおりまして、同時に宇宙服の開発も行われています。宇宙服を作っている会社はアンダーアーマーというスポーツ用品を作っている会社です。今から3年ほど前にこのバージンギャラクティックという会社とアンダーアーマーが業務提携をして宇宙服の開発に乗り出しました。そして2年後の去年、皆さん宇宙旅行者が着る宇宙服が完成しました。そして出来上がった宇宙服、こちらをご覧ください。ブルーの宇宙服つなぎですね、これをお客様は着て皆さん宇宙に飛んでいきます。ものすごくかっこいいと思いませんか。この宇宙服、お客様が皆さん一人一人自分の体に合った宇宙服を特注して、宇宙飛行が終わったら一人一人それぞれその宇宙服を持って帰ることができるそうです。昨年10月にこの宇宙服の発表会がありました。ニューヨークで発表されたんですけども、僕もそこに行ってこの宇宙服を実際に見てきました。非常に未来的で、ある意味こう映画、ハリウッド映画に出てくるようなそういった、スタイリッシュな宇宙服でした。早く僕もこれに着て宇宙に行きたいと思ってます。今僕が着ているこの宇宙服とこの新しい宇宙服一緒に並ぶとですね、非常に僕の服がレトロな、古いタイプの宇宙服に見えてきます。これからぜひ皆さんもこういった新しい宇宙服を着て宇宙に行く時代だっていうのをイメージしていただければなと思います。そして次に紹介したいのが宇宙船の発着場です。世界には今宇宙船の発着場がたくさん作られています。行き先はエアーではなく空ではなく、これからは宇宙です。そのため名前がスペースポートという言い方になります。日本語で言うと空港ではなく宇宙港という言い方になります。ぜひこの宇宙港という言葉にも慣れていただければなと思います。バージンギャラクティック社が最初に作った宇宙船の発着場、スペースポートアメリカと言います。場所はアメリカのニューメキシコ州にあります。今見ていただいた宇宙船、宇宙服、そして宇宙船の発着場、バージンギャラクティックの宇宙船というのはこういう形で宇宙に飛んでいきます。実は私も2012年、今から8年前にこの宇宙船に乗ることが契約しました。バージングループの会長さんのリチャード・ブランソン会長、飛び込みでイギリスに行って契約書を持ってって、目の前で今から契約書を書くので、こうやって契約書を一緒に持って握手をして写真を撮ってくださいって頼みに行きました。彼はよく来たと、喜んで保証人にサインをしてくれて契約することができました。世界にはすでに600人の人が宇宙旅行に契約をして、すでに全額お金を払って待っている人たちがいます。そして仮予約も含めて10万人の人がこの宇宙船に乗りたいと思って準備をしています。ちなみに私は
ここにおります。この人たちは2005年からなんと15年も待ってる人たちもいます。いよいよこの宇宙船が飛び始めるんですが、皆さんももしこの宇宙船に乗りたいと思ったらどうやったら乗れると思いますか。こちらをご覧ください。なんとクラブツーリズムっていう旅行会社、聞いたことあるかと思いますけども、そのクラブツーリズムの子会社でクラブツーリズムスペースツアーズという会社があります。こちらに申し込んでいただければ、このバージンギャラクティックのユニティという宇宙船に乗ることができます。いよいよ2021年第一四半期、つまり1月から3月までの間にこの宇宙船が飛び始めると言われています。楽しみにしましょう。続いて紹介したいのがブルーオリジンという会社です。こちらはアマゾンの CEO ジェフ・ベゾスが作った宇宙船の会社です。宇宙船の名前はニューシェパードと言います。まずはそのニューシェパード、中身を見ていただければと思います。この宇宙船、カプセル型の宇宙船なんですけども、パイロットがいません。アテンダントもいません。お客さんだけで6人で飛んでいくタイプの宇宙船です。この宇宙船はオートパイロットで打ち上げから宇宙空間の飛行、そして地上への帰還まで全て自動で行われます。その打ち上げに使われるロケット、こちらは再利用できるように打ち上がった後自分で帰ってきて着陸をします。その映像をご覧ください。まず最初にこのロケットがすごいのは、作ってるのが NASA だとかボーイングだとか、そういったこれまで宇宙飛行、宇宙船を作ったりロケットを作ったりしてきた会社ではなく、もともとが Amazon であるということです。 IT 企業の資本によってこの宇宙船というのが作られている。まずそこがすごい画期的なことだなというふうに思います。そしてこの宇宙船が切り離されてカプセルが宇宙空間に行きます。そして数分間の宇宙飛行を終えた後、カプセルはパラシュートで地上に降りてきます。そして打ち上げに使ったロケットもこのように自動的に地上に戻ってきて着陸します。そしてまたこのロケットは燃料を入れて打ち上げることができます。1日数回使うことができると言われています。このように民間が宇宙船を作ると使い捨てではなくて再利用できる宇宙船を開発しないとコストが合わないんですね。飛行機もそうですけども、1回ごとに飛行機を捨ててたらものすごくコストが高くなります。宇宙船も同じで、このように再利用できるようになってきているということなんですね。僕も今から数年前にこの宇宙船のお披露目の時に乗らせていただきました。非常にシンプルで、椅子があって窓があってそれだけなんですね。逆に言うと、宇宙に行った後無重力体験をして、そして素晴らしい地球の景色を見て帰ってくる、気軽に宇宙に行く時代っていうのが近づいてきてるんじゃないかなと思います。このブルーオリジンという会社が作っている宇宙船というのは、今見ていただいたものは一番左にある小さなものなんですけども、今実は右から2番目3番目4番目にある大型のロケットの開発もしています。
こちらは月に行くために開発が進められています。今 NASA のケネディ宇宙センターというフロリダにある宇宙センターの脇にですね、こういった大きな巨大な工場を作って、このロケットの開発が進められています。いよいよブルーオリジンも来年からこの宇宙船が飛び始めると言われています。ぜひこの宇宙船に乗りたいなと思った方は、今弊社でも募集しておりますので、ぜひご参加いただければなと思います。こういったですね、飛行機型、ロケット型、いずれにしても宇宙に行くにはロケットエンジンを使います。約 3G という G が体にかかり、マッハ3というスピードで宇宙に飛び立っていきます。まあ、こういったですね、加速が体にかかったら怖い、あるいは爆発するんじゃないかとかですね、あるいは宇宙に行った後無重力になったら気持ち悪くなるんじゃないか、まあ、そういった心配する人もいるかもしれません。そういった方におすすめなのが気球型の宇宙船です。こちらは成層圏という高さまで上がっていくことができます。ロケット型の宇宙船よりは高度は低いんですけども、見える景色は同じです。下に青い地球、そして空は真っ黒な夜空が広がっている。イメージしたプロモーション映像があるので、こちらをご覧ください。この宇宙船はワールドビュー社のボイジャーという宇宙船です。アメリカのアリゾナ州ツーソンという場所にある宇宙船の開発工場で開発が進められ、そしてその工場の目の前にある発射場から成層圏に向かって飛んでいきます。この宇宙船はパイロットが1人、アテンダントが1人、そしてお客様が6人乗れる、合計8人で飛んでいくための宇宙船です。打ち上げに際してはシートベルトをして椅子に座っていれば、そのまま宇宙空間まで皆さんをお連れすることができます。この宇宙船はロケットのような加速がありません。そして無重力にもなりません。ふわふわとゆっくりと時間をかけて成層圏まで上がってきます。今この宇宙船が宇宙に行くまで、だいたい2時間ぐらいかけて成層圏まで上がっていき、2時間ぐらい成層圏を滞在し、そしてまた2時間ぐらいかけて降りていく、だいたい6時間ぐらいのフライトになります。はい、いかがだったでしょうか。もしこの宇宙船に乗られたいなと思った方がいらっしゃったら、弊社のチャーター便にご乗船いただければなと思います。早ければ来年、あるいはそれ以降になるかもしれないんですけども、今絶賛募集中でございます。他にもですね、スペースパースペクティブっていう会社のネプチューン、これも同じ形で気球型の宇宙船です。先ほどと違うのは、打ち上げは陸地から成層圏に向かって打ち上げられるんですけども、着陸する場所が陸ではなくて海上になります。海に着水して、そして船でお迎えが来る、そういうタイプの宇宙船です。
このようにですね、ロケットではないタイプの宇宙船というのもいくつか開発が進められているんですね。このスペースパースペクティブのネプチューンという宇宙船も弊社で今お客様を募集中でございますので、ぜひ一緒に成層圏に行きたいなと思う方はお申し込みいただければなと思います。続いて紹介したいのが、地球をぐるぐる回ったり、あるいは宇宙ステーション、あるいは宇宙ホテル、あるいは他の星に行くようなもっと遠くまで行ける宇宙船というのも開発が進んでいます。その代表的な会社がスペース X、 そして先ほどのブルーオリジン、この2社が今大型の宇宙船の開発を進めています。まず紹介したいのがスペース X のドラゴンという宇宙船です。こちらは7人乗りの宇宙船で、パイロットは必要ありません。先ほどのブルーオリジンと一緒で、全自動でコンピューターが制御して打ち上げ、そして宇宙空間への宇宙飛行、そしてドッキング、そして地球への帰還と、すべてが自動的に行われます。なので操縦桿はありません。スイッチもありません。ただ座ってシートベルトをしていれば宇宙に行けるという、まあそこまで宇宙船は進化しているんですね。この宇宙船を打ち上げるロケットをファルコン9という名前で呼ばれています。そのファルコン9も今かなり進化しておりまして、なんと打ち上げたロケットが先ほどのブルーオリジンと一緒なんですけども、宇宙まで行ったらその後発射台まで戻ってきてですね、着陸するんですね。あるいはもっと長距離まで行った場合は戻ってくるのが大変なので、海上に着陸するポートがあって、そこに着水することもできる。まあ、今ロケットっていうのは再利用が当たり前な時代になっているんですね。まあ、今から数年前にこのロケットの再着陸というのが成功し、今やスペース X のロケットというのは大部分が再利用になっています。メンテナンスをして燃料を入れたらまた打ち上げに使える。まあ、それによってだいぶコストが削減されている。さらにすごいのが、これは2年ほど前なんですけども、すでに回収されて再利用されているロケットを使って、それも3本束ねて、CEO であるイーロン・マスクが乗っていたテスラの電気自動車、これを乗せてですね、ロケットが打ち上げられました。そのテスラのオープンカーが向かった先はなんと火星です。今そのテスラのオープンカーは火星の軌道まで行って、今また戻ってきている。これからあと10万年ぐらいずっとその軌道を回り続けると言われています。そしてその時に使われたロケット、3本束ねて打ち上げられましたが、その打ち上げに使った両サイドにあるロケット、この2つが同時に発射台まで帰ってきて着陸するということにも成功しています。このようにスペース X のロケットというのは日々進化して新しいことに挑戦し続けているんですね。そしていよいよこの今年5月にこのスペース X のロケットが9年ぶりに有人宇宙船として NASA の宇宙飛行士を国際宇宙ステーションに運びました。次に紹介したいのがスペースホテル、つまり宇宙のホテルです。今アメリカではビゲローエアロスペース、オリオンスパン、アクシオムスペースと何社かの会社が宇宙ホテルの開発も行っています。こちらがビゲローエアロスペースの宇宙ホテルです。完成すると巨大な宇宙ホテルになります。この宇宙ホテル、実は月にも持って行って月面にホテルを作るという構想も進められています。次に紹介するのがオリオンスパン、こちらも今から2年前にもうチケットが発売されてお客様の募集が始まっています。早ければ2022年に完成すると言われています。あと2年後には宇宙ホテルに泊まるような時代がやってくると。
そしてなんと国際宇宙ステーション、日本も関わっておりますけども、その国際宇宙ステーションもいよいよ2024年に民間企業による運用が始まり、宇宙ホテルとして利用できるようになると言われています。宇宙に行くロケット、そしてそこに滞在するためのホテル、海外ではこのような宇宙船や宇宙ホテルが民間企業によって作られています。さらに最近日本でも話題になりましたけども、月にも行ける宇宙船というのが開発が進んでいます。これは皆さんご存知の通り、前澤友作さんもこの宇宙船に乗って月に行く、それも世界で初めてこの宇宙船に乗って月に行くと言われています。前澤さんが乗る宇宙船というのはスペース X という会社のスターシップという宇宙船です。前澤さんはこの宇宙船に自分だけが乗るんではなくて、世界中のアーティストを月に連れて行きたいという構想を発表しました。スペース X のスターシップという宇宙船、こちらは初期の段階では月には着陸せず、月の周りをぐるっと回って地球に戻ってくるというタイプの宇宙船です。しかし先ほど紹介しましたブルーオリジンという会社は、今月面に着陸する宇宙船の開発も行っています。それをブルームーンですね、これによって月の開拓がどんどん進んでいく。そしてこのブルーオリジン社はなんと月だけではなくてスペースコロニーの開発も行おうとしています。月だけではなくてなんとですね、火星にも街づくりの計画が進んでいます。これは先ほど紹介したスペース X という会社がもともと目指しているところなんですが、こちらですね、火星の移住計画というのが2022年から始まろうとしています。まずは無人のロケットが物資を火星に送ります。そしてその後2024年にいよいよ人類初の有人火星飛行が行われると言われています。それを紹介する映像もございますので、こちらをご覧ください。 Fundamentally, the future is vastly more exciting and interesting if we're a space-faring civilization and a multi-planet species than if we're not. You want to be inspired by things. You want to wake up in the morning and think the future is going to be great. And that's what being a space-faring civilization is all about. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. I think we have figured out how to pay for it. This is very important. Next key element is propulsive landing. In order to land on places like the moon where there is no atmosphere, or to land on Mars, you really have to get propulsive landing perfect. We do not need legs for the next version. We are now beginning serious development of BFR. We expect to have a payload capability of 150 tons to low Earth orbit. Main body diameter is about 9 meters or 30 feet. Let's look at the launch cost. The order reverses. The size of this being a 9 meter diameter vehicle is a huge enabler for new satellites. It's also intended to be able to service the space station. That would enable the creation of Moon Base Alpha or some sort of lunar base. And it's 2017. I mean, we should have a lunar base by now. What the hell's going on?Why are you using combustion in rockets and you have electric cars? Like, well, there isn't some way to make an electric rocket. I wish there was. I feel fairly confident that we can complete the ship and be ready for a launch in about 5 years. Then in 2024, we want to try to fly 4 ships. And and over time, terraforming Mars and making it really a nice place to be. But there's something else. If you build a ship that's capable of going to Mars, what if you take that same ship and go from one place to another on Earth? The great thing about going to space is there's no friction. So once you're out of the atmosphere, it will be smooth as silk. No turbulence, nothing. There's no weather, there's no atmosphere. You can get to most long distance places, like I said, in less than half an hour. Thank you.今見ていただいたスペース X のスターシップという宇宙船、それによって地球から月、
そして火星へと我々人類は行けるようになるんですが、この宇宙船の開発にある日本人の若いエンジニアの桑田さんという方が関わっています。今彼はスペース X でこのロケットの着陸のプログラムを作り、そしてスターシップの今開発に携わっています。彼はもともと東大を出て MIT で博士号を取り、そして NASA に入って火星探査機の開発を行ってました。そして約5年後に NASA を辞めてスペース X に転職しました。そして今火星に向けて移住できるロケットの開発を行っています。このように世界では月や火星の開発というのが盛んに行われているんですね。そして宇宙船だけではなくて、先ほども紹介した宇宙船の発着場の開発も同時に進められています。まず最初にバージンギャラクティックの宇宙船が飛び始めるのがニューメキシコ州にあるスペースポートアメリカ、そして先ほどの気球型の宇宙船が飛び始めるのがアリゾナ州ツーソンにあるワールドビューの宇宙船の発着場。このようにですね、アメリカにはたくさんの宇宙船の発着場がすでに準備を整えています。アメリカではすでに10カ所以上、ハワイにも2カ所作られると言われています。さらにイギリス、イタリア、マレーシア、シンガポール、ドバイ、スウェーデン、世界中に宇宙船の発着場の計画が進んでいます。さらに陸地だけではなくて、打ち上げから回収まで海の上で行うこともできるようになろうとしています。このように宇宙船の発着場もいろんなタイプの宇宙船の発着場が作られ、そしていろんなタイプの宇宙船が宇宙に飛び立っていく、そういう時代になろうとしているんですね。そして次に見ていただきたいのが衝撃の映像です。これは今から3年前に世界中で駆け巡った大ニュースでした。前澤さんが乗ろうとしているスターシップという宇宙船、これは1000人乗りの宇宙船です。なんとそのスターシップを使い、このような計画が進められているんですね。まずはこちらをご覧ください。 The great thing about going to space is there's no friction. So once you're out of the atmosphere, you will go, it will be smooth as silk. No turbulence, nothing. There's no weather. SpaceX のイーロン・マスク CEO が29日発表した計画によりますと、乗客が乗り込んだ宇宙船をロケットで打ち上げ、宇宙空間を最高時速2万7000キロで移動することで、例えばニューヨークから上海は39分、東京からロサンゼルスは32分、ニューヨークからパリは30分など、あらゆる都市の間をおよそ30分で移動できるようになるということです。スペース X では航空機のエコノミークラスの正規料金程度で利用できるようにしたいとしています。スペース X は同じ宇宙船で火星に人を送り込む計画を打ち出し、2022年に試験を行うことにしています。はい、いかがだったでしょうか。今このニュースで伝えてたのは、速度が時速2万7000キロ、そして東京ロサンゼルス32分、今飛行機で東京ロサンゼルスだいたい11時間ぐらいかかりますけども、その約20分の1です。たった30分で地球上のあらゆるところに行ける、そういう時代がもうすぐやってこようとしている。そしてなんと値段は飛行機のエコノミークラスの値段です。そうなるともう飛行機を使う時代から宇宙船を使う時代に切り替わっていくということですね。そしてじゃあそれがいつ実現するのか、先ほどのニュースで言ってたのは2022年にこの宇宙船は火星に向けて無人のテスト飛行を行うと言っています。つまり2022年もうこの宇宙船は飛べる状態になっているということですね。わずか2年後です。僕らの意識はあと2年で大きく変えていかなければいけないということですね。このようにですね、宇宙に行くだけじゃなくて宇宙船というのは地球上の移動にも使われる、
まあ、そういう時代がやってくるということです。例えば海外旅行、今から100年前は船でした。まあ、何千人という人が船に乗り、そして一部の富裕層だけが飛行機に乗ることができた。まあ、そういった時代から今や一般の人たちも飛行機に乗れるようになった。逆に顧客が奪われた船会社は豪華客船を作るようになった。同じようなことがこれから飛行機で起ころうとしています。つまり今は庶民が飛行機、富裕層が宇宙船。しかしこれから宇宙旅行、宇宙飛行が当たり前になると、一般の人は宇宙船で海外旅行、富裕層は飛行機に乗り、ゆっくりとファーストクラス、全席ファーストクラスのような飛行機でのんびりと海外旅行に行く。まあ、そういった時代がこれからやってくるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんに紹介していただきたいのは、もしこの数年以内に30分で世界中に行ける時代がやってきたら、この世界というのはどのように変わるか。僕らはその先の世界を今から考えておかないと、時代のスピードについていけなくなるじゃないかなと思います。